さあ、ということでね、マスターランク。こちらがクエスト一覧です。ティガとね、ディアと倒しましょう。まずはディアブロスから、砂原ですよね。砂原。さあ、じゃあみんな大好き、ディアブロスくん、行きましょう。10番。レイヤ。こっちやな。一応高級ミミセン と、風圧無効もあるんで耐震がないな。耐震玉ってあったのかな。まあしょうがないね。下か上か。そうらいけ。今お肉靴だ。あの9番にいるのかな。近くかな。とりあえずディア君押すとす。いる？みんな下か。やっぱり下はつらいな。登り方わかんないし。まあいいや、行ってみるか。ちゃん下じゃねえか。アツクの進撃だぜ。登れるかな。ルート全然わかんねえけど。始めるぜ。登らない。よし、完全に迷子。総流時間で俺は無事10番にたどり着くことができるのか。怪しいね。頑張れ頑張れ。よし、いけたけどだいぶゲージ使っちゃったな。すごい小さく感じるけど、これ視界が高いだけだよ。不意打ち。声と暇があったら。よかった、間に合った。お、燃えてんじゃん。大成功だ。まあ、なんだかんだで角が欲しいんでね、頭を狙いましょう。もう一本目壊れた。盛り上がっていこうぜ。相変わらず当たり判定ガバガバだぞ。ここ結構危ない。あのスライディング勝手にするから、もうちょっと戦いやすい場所に行きたい。お、いいね。避けてくるぞ。あ、横に走ってるだけでかわせるかな。時を使っちゃったんですよ。ちょ、ダメージいた、いた。ダメージ高すぎ。簡単なくて4やろ。踏まれてるんで。
死ぬ死ぬ。昔のディアは壁に向かって立ってるだけでよかった。でかすぎて全く範囲がわからん。ここをね、滑んの、すぐ滑んの。あかんって。戦いにくすぎる、場所が悪い。自分が狙われてないんならいいけどね、狙われてる時にスライディングになられると、やりたいことができない。だからゆっくり上がってきた。そしてオート爆弾持ってきてないな、そういう。お耳最高。ギアやってる時のあるある、何の意味もなく3回ぐらい連続で強方向強方向強方向、こっちいつ動けるんですかってなるやつ。スタミナ回復優先。仕掛けてくるぞ。飛び込んで、うそん。だけで終わりだと思った。移動したか。頼むぜ。頼むぜ。逃がさねえからな。食事もして。あれレイヤーに乗ってった方がいいな。デルクスが燃えろ燃えろ、毒にもなってる。よし終わりだ。もう撃つのが終わりかな。よし。で、角壊れたら首だよ。これね、オラ行くぞ。海だよ。よし。相手が悪かったな。雲も来た。お、牛が雲来たけどな。雲持ったばっかだしな。戦わんか。全然届いてなかった。
正直青柱の突進よりよっぽどかわしやすいんで、あのホーミング突進ほんとしんどかったわ。すげえ続き。おっ、マジだな。よっしゃ、盛り上がっていこうぜ。かませんか。足元に潜り込んで足をなる切断刀。多分そろそろ2回目のノリができるかな。弱点がない。追跡開始だ。ソーラ行け。切れ味復活だぜ。おっと、よそ見してた。マップ見ながらね、犬が落ちていった。左下のマップのさ、他の大型モンスターの位置をチェックね、確認しながら行ってた。イライラ棒のね、端っこから落ちちゃって。はいよ。あー、危ない危ない。お、なんか怒ってる。ここに私はおらんぞ。ほら、あれ、俺も先行食らったのか。さすがは俺のお供だぜ。攻撃つかんのじゃ。何かしてくるぞ。てか近場じゃなければ余裕だな。普通に後ろに回せば。よし、ちょっと頭チェック。頭はキノコ割れると肉質柔らかくなる。じゃなくて頭でいいんだよ。よくわからん当たり判定。頭突きすると真上に上がるみたいな。今にかわせんのか。つらい。ちょっとデルクスに。デルクスに押された。無茶をして意外にね、環境生物呼び寄せは使える。来るぜ、気をつけろ。これは、この後何もしないよ。飛び込みじゃないぞ。だからあの虫の位置がよく分かってないんで。正直
機怒って走り回られたら攻撃チャンスが困る。足が壊れたのか。シンクの豊富だ。あれ一斉攻撃だ。相手が悪かったな。さすがは俺のお供だぜ。来るぜ、気をつけろ。だいぶ離れる感じ。頼むぜ。砥石の出番だぜ。お肉グツチ使いますかね。こんだけあるし。お肉打ちってこれか、乗れる方じゃないか。やばい、今の俺のミスやな。普通に乗れる方と勘違いしてた。食べどんタイム。大成功だ。ほら、あ、落ちた。だらけだぜ。私です。あ、そうやな。ほらモンスター、こっちだぞ。来てんじゃん。君の負け。昇竜始めるぜ。いやまだ結構ゲージ残ってる。こいつの解放者クソだな。あかんねやんだな。当ててるタイミングで燃やして、どうやったらあの攻撃当たるんだよ。あ、捕まえれるようになった。よし、ピヨってことはね、捕まえて終わりっと。パパッと終わりっ。罠を仕掛けたぜ。罠にハマってるぜ。おげい。だいぶ早く角は壊れたんだけどね。お、カンカンできる。
そこからが長かった。そして虫のパワーアップがほとんど取れなかった。やれ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 、最高の気分だぜ、最高の気分だぜ。天角とかそんな感じのがあるのかな。牙、堅牢なねじれた角、今一つ。まあ普通かな。あった、出てなかったね。はい、とりあえず、ガード性能、耐震、攻めの主性、スタミナ回復、ね、カージーバということなので、大剣、ね、ランス、その辺かな。スロットはまあまあある方だね。で、カジバ、耐震。難しい注文どんとこい。修行を重ねて磨き上げたこの加工技術で、そこまで作るのも難しくない。ガードできる装備だったらね、早めに作ってもいいかもしれないね。まあ、ハンマーの俺にはいらない装備ですかね。いらなーいと。攻めの主性って何だっけ。タイミングガード、ガードなんてねえよ。うん、ガード強化がないのか。まあどうせハンマーにはガードできないんでね、まあディアソフィを使うことはないでしょう。一応ね、あのガード性能とは関係ないところを使って火事場装備するんだったらまあありかなっていう。ほら、これとかだったら火事場上げつつスタミナ急速回復しつつ、確かスロットもね4と1、うん、悪くない。まあ、ね、俺には必要がないかな、ディア装備。じゃあね、次はティガだね、ティガ。